どうもこんにちは、特化軍です。本日は、視聴者に逆に質問してみた。はい、ということでね、ちょっとね、時間が余ったんですよ、はいはいはい、今日のね、撮影ちょっとだけ時間余ったんでね、はい、軽く聞いてみたいと、うん、確かに気になります。あ、それはもうよく来るじゃないですか、コメントが、はいはい、聞いてみたいですよ、ね、やっぱり平等がいいですもんね、存在してんのかな。そっちが存在してんのか、うん、ネット上の人ってやっぱ分からない、なんか AI がみんな書いてるんだ。だとしたらすごいよ。そっか、そこまでカオスかもしれない。幅広い、性別とかですか。あ、じゃあ、性別とか、うん、97% 男性と言われている中、コメントも、うん、本当にその割合なのか、うん、あ、確かに気になります。あと、まあ、年でコメント欄にってことですよね。ああ、そうコメント欄に、じゃあ、男です、私、うん、でもそれすらもちょっと怪しいよね。あ、うん、じゃあもう破綻してんじゃないか。設定が破綻してる。それを疑ったら。そうです。でそれはちゃんと答えて、うん、年齢とかね。そしたらまあ分かりやすいじゃないですか、どういう層が見てるのか。その、うん、あれですよ、その企業仕事的な話ですね。つなげたい、ね、年齢層を知って、ああ、その層を攻めたい、うん、ビジネス戦略。どこぐらいの年代がね、うん、ちょっと足りないと、うん、あ、じゃあそこを攻めた、チャンネルにしようみたいな。そんな計画性あったかな。いや、全くない。まあ確かにそれは活かしたいかもしれない。なんすか、あと、現役ですかとかね。ああ、結構ね、確かに言ってもいいじゃん。いたよね、うん、何人か。だからちょっとそこはね、あ、どれぐらいの現役と、現役じゃないか。だからこうなるとは、うん、割合的に一般の方と現役いくのか、現役の割合、現役、元、興味ある人。ああ、なるほどね。そしたらもうちょいいける。そこコメントで、ね、ぜひください。元も多いんじゃないの。そうだな、元多そうだ。ちなみに言いますけど、元ですかね、僕ら。たまに現職ですかっていう人ですけど、現職こやりませんか、うん、あれ。学生ですか。学生ですか。そういえばこれから目指してる人。あ、学生ですかと。じゃあ、職業ってことですかね。あ、職業は何ですか。何、好きな食べ物とか。好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物は何ですかね。ね、あ、あとほら、東京、一応僕ら東京サバイバルというチャンネルですから、関東。ね、東京なんですかね。今住んでるとこ。うん。前、麻布十番で声かけられたんですよね。あれはびっくりしました。声かけられまして。握手しました。彼は見てるんだろうか。ね。だから近所で言われないんだけど、うん、そういうなんか、ちょっと遠出した時に遭遇するのがちょっとすごいね。ね。やっぱさすがね、うん、ネットだから、すごいね、楽しいですね。自衛隊に興味あって見たのか、うん、たまたま流れで発見したのか、そう、興味ありますね。どうやって発見されたのか気になるの。そこ大事だ。あ、そこだ。どうやって発見されたのか。あ、それ興味あります。コメントに、ぜひね、時間ありましたらよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、最後まとめますね。何でしたっけ。年齢と答えたいとどこだけ答えていただければ。好きなとこ。うん、これ完全に僕らの興味を発散するためだけの回です。誰が見てるのか知りたいっていう、年齢ね、答えられたら、性別も答えられたら、職業元地か何なのか、元地か、じゃあ現職かそうじゃないのか、現職かそうじゃないのか、どうやって発見したのか、うん、どこ住んでんのか。あ、多い。まあいいよ、杉田さん、いいですよ、まあ、動画だからね、質問は戻れば。そうですね、またいけるから。そんな、ちょっと知りたいんですよっていう。はい。はい、そういう回でした。はい。はい、皆さん、もしね、暇だったらよろしくお願いいたします。はい、本日はこれまで。はい、それじゃあまた。